さあお前ら来ましたよ。毎年恒例いつものやつ。まあもう説明不要ですよね。この季節となればあれしかないってもんです。はい、 iPhone 13 Pro 2021年の iPhone は全体的なパフォーマンスが底上げされただけでなく、特にカメラ周りの性能が向上しています。その中でも iPhone 13 Pro はプロにふさわしい先鋭的な機能が備わっています。俺が特に注目しているのはディスプレイの動的リフレッシュレート調整。プロモーションと呼ばれるこの機能は最大 120Hz で動作しますが、なんとバッテリーを極力節約するために静止中は 10Hz までレートを下げ、内容に応じて即座にレートを上下させるというスーパー機能。つまりいつも 4K60p で収録している俺はビデオ収録中は 60Hz でディスプレイが動作するということ。なんと賢いことか。今年の iPhone はもちろん SoC も正当進化。アップルシリコンの積み重ねの集大成を毎年更新する A シリーズチップはいよいよナンバリングが15に。4つの高効率コア、2つの高速コアの変速6コア CPU だけでなく、通常モデルと違って GPU コアは1つ多い5コア構成。もちろん M1 チップやこれまでの A チップ同様にニューラルエンジン専用コアや画像処理エンジン、セキュリティエンジンなど様々なものがこの1つに詰め込まれています。カメラ周りは昨年と違い強力にアップグレード。昨年は Pro Max にしか搭載されなかった 77mm 望遠レンズを搭載し、全体的にレンズの口径が大型化。超広角レンズに至ってはついに F2.0 を割りました。最も使う 26mm 広角レンズにはセンサーシフト手ブレ補正も搭載。去年の iPhone 12 Pro が出た時から、来年はこのサイズにも実装するやろなって思ってたんだよ。じゃあ早速本体を見てみましょう。この瞬間のためにリンゴ教信者を続けてるわけよ。どれどれ。今回購入したカラーは新色シエラブルー。ステンレスボディフレームなのは相変わらず。カメラのアップグレードに合わせてモジュールも想定通り大型化していますね。昨年はアトランティックブルーを購入しましたが、この明るいけど明るすぎない存在感の青もまたいいものです。重量はおそらくカメラモジュールやバッテリーの関係上 200g 少々と重くなりましたが、そもそもプロモデルなのだから 200g あっても別にいいじゃないかというのが俺の考えです。この動画が上がっている頃にはもうベンチマークやら比較テストやら何でも上がってることでしょう。だったら俺がやるのは iPhone 13 Pro だけで観光動画を作ってしまうという実用テストをやってみることにします。ちょうどこれが届いた次の日に北海道の南端えりも町へ行く仕事があったので、その風景を実際に iPhone 13 Pro で収録していました。さて、映るやつは誰に？お、アルマ。なるほど。時勢の関係上ルミナスダイアリーも撮影できてないからな。というわけで、ルミナスダイアリーシリーズ2の主人公、アルマがエリモ町を雑に歩くテストビデオを作ってみました。編集はもちろんダヴィンチリドルブスタジオで。あれの方がアルマを合成しやすいものだな。ガハハ。では、早速見てみましょう。どうぞ。
あ、完璧、マジ完璧。次の LDS2 をこれだけに収録してもいいぐらい。というわけで2回目のワクチンを接種してフルチンになったら早速収録しに行きましょう。本格的な機器を使いたいところですけども、 iPhone 13 Pro だけで長編を作ってみたいという意欲もあります。悩みどころですね。考えておきます。それではまた次回。